2018年12月20日、韓国海軍軍艦が海上自衛隊の P-1 対戦哨戒機に射撃管制レーダー、射撃レーダーを照射した。この事実は、海自哨戒機の飛行員の緊迫した会話や撮影映像から明白である。にもかかわらず、韓国国防省は認めようとはせず、そればかりか、日本の海上自衛隊機が異常な接近飛行を行ったと難癖をつけ、陳謝せよと抗議している。これまでの韓国の主張には一貫性がなく、論理矛盾がある。韓国が海自哨戒機が韓国軍艦に異常接近したとする映像を公開した。その映像には、哨戒機が遠方に映っており、どう見ても異常接近しているようには見えない。航空機を真上に見上げれば、その腹底が見えるはずだが、そうではない。戦闘機であれば、急降下や急上昇できるが、哨戒機は、そのようなことはできない。韓国海軍軍人には当然わかっていることだし、軍事常識でもある。韓国は、それを認めようとはせず、発表していることが論理矛盾を起こしていながらも、かたくなに日本を非難している。軍事知識がない人は騙すことができても、軍事知識がある人を騙すことはできない。韓国軍人も、国防省の幼稚な発表に、恥ずかしい思いをしているに違いない。尻滅裂で論理矛盾を起こしてまでも、なぜ、そのようなことを発表するのか。そこには、多くの謎があると考えるべきだろう。韓国軍艦がレーダーを照射したことは重大な事態であり、日本としては非難しなければならない。だが、もっと重要なことは、レーダーを照射すれば、日韓関係に重大な影響を及ぼすことが分かっていながら、行ったということだ。当然、そこには、重大な意図が隠されていると見るべきだ。そして、韓国は、その意図を読まれないように、日本は、馬鹿げたことを言って、と、論点をすり替えている。この事案で、私が最も注目しているのは、防衛省公表の映像だ。韓国軍艦が射撃レーダーを照射したとき、韓国の海軍軍艦と海洋警察警備艇が、ほぼ同じ海域で海上警備活動、救助を行い、その近くに、北朝鮮の漁船、軍や工作機関が漁業に使用している船が存在したことだ。その海域は、韓国の近海ではなく、日本の経済水域に深く入り込んだ海域だ。その海域で、偶然にしても、これら三つの船が一箇所に集まることは、全く考えられないのだ。韓国は救助活動だと発表しているのに、戦闘艦艇である駆逐艦までもが、そこにいたことは不自然極まりない。この三つが集まっている理由を考察すると、上記の漁船が燃料不足になり漂流、その船から北朝鮮の本国に救助依頼を行った漁民が乗る漁船は連絡できる通信機を積載していない。その連絡を受けた北朝鮮の機関が金正恩政権に報告し、北朝鮮と韓国のパイプを使って韓国の文政権に連絡、そこから国防省や海洋警察に連絡、それにより2隻の艦艇が出動したものと考えられる。北朝鮮漁船、北朝鮮工作機関、北朝鮮政府、韓国政府、韓国国防省、韓国海軍、韓国海洋警察の連携がないと、3隻が海上の同一ポイントに集合することはできない。
つまり南北がかなり密接に行動していることが伺える。さらに映像から判断すると北朝鮮の漁船は沈没しそうな状況ではなく、エンジン故障か燃料不足で浮遊していたように見える。おそらく燃料切れになっていた北朝鮮の漁船に燃料を提供していた可能性がある。このことを海事哨戒機に接近して見られたくなかったために、射撃レーダーを照射して嫌がらせを行い、海事哨戒機を追い払ったのではないだろうか。韓国がレーダー照射を否定し、海上自衛隊の哨戒機の行動を非難しているのは、これらの南北の動きを知られないために、韓国による問題のすり替えに他ならないと、私は考えている。私は、北朝鮮と韓国の間に、密約がいくつか存在していると考えている。ムン大統領が、北朝鮮への制裁解除を求めるために、世界中を使い走りしていることからも頷ける。密約の一つとして、日本海の中央付近で漁業活動する北朝鮮の漁船を、遭難した場合に韓国が守る。さらに、北朝鮮の漁船に燃料を補給する。つまり、南北が国連制裁決議破りを日本海の海上で行っていると見てもおかしくはない。この事案を契機に、日本国がこれから行動すべきことは、日本の国益を守ることだ。具体的には、日本の経済水域を守ること、海上自衛隊は、北朝鮮の漁船を不法に入れないことだ。また、韓国艦艇が救助と称して、北朝鮮の漁船に燃料を提供するという国連制裁決議違反をしていないかどうかを監視すべきだ。韓国が何を言おうが、日本海の警戒監視を引き続き実施することが必要である。ムンジェイン政権の韓国は、南北融和と軍事的合意事項の履行、反日活動の活発化、今回の事案などにより、日本や米国との友好国の立場から離脱し始めていると見てよい。日本人や日本のメディアは、目の前の事象だけにとらわれずに、朝鮮半島で起きていることが、日本に脅威になりつつあることを改めて認識すべきだ。日本と南北朝鮮との安全保障関係は、重大な変換点に来ていると言っても過言ではない。全く何やってんだか。簡単にごめんなさいしておけば、こんな深掘りされることもなかったのにね。ただ、ここまで躍起になっているところを見ると、やっぱ何かあるんだろうね。ここでも、当初から何か変と言っていたことの根拠を挙げるとね、一つは、レーダー照射事案が発生したとされる場所なのね。日本は、能登半島沖としていたことに対し、韓国側は日韓中間水域の境界付近と言ってたのね。この時点では、韓国側は北の遭難船捜索のために火器管制レーダーを使って、そこに海事哨戒機が入ってきたと言ってたのよ。そして、その場所の違いに対しては、哨戒機が照射されたとする場所が能登半島沖として、韓国駆逐艦が能登半島沖にいたということは否定してたわけよ。でもね、韓国の主張通りなら、両者の距離は 100km 以上あるのよね。海事哨戒機の映像からすれば、韓国駆逐艦は視認できる距離にいるわけで、韓国側の言い分からすれば、100km 先の海事機に危険な低空飛行されたわけ？ばっかじゃね。結局は、この事案の発生場所は、日本の領海すれすれの、日本側が示した能登半島沖ということになるわけよね。もう一つの何か変は、韓国駆逐艦は、国旗や軍艦旗を挙げていなかったのね。韓国軍艦って、普段は、
必要以上にでかい国旗を上げるのが好きなんだけど、今回の件では、どこ見ても国旗らしいものは上がっていないよな。一応、公会場では上げなきゃいけないことになってるんじゃなかったっけ？それに、人命救助としながら、国際信号機も上げていなかったよな。この記事中にあるように、韓国と北朝鮮は、南北融和のやり取りの中で、何らかの軍事的な密約をしているんだろうね。特に、昨年末の時点では、支持率だだ下がりのムン大統領は、金正恩の訪韓による支持率回復を図り、あの手この手で北に働きかけていた時期だよね。おそらくは、その中で、北からの要請で駆逐艦を派遣したんだろう。韓国の映像を見る限り、北の船は大きいとは言えない漁船で、この手の北の漁船には、無線機は装備されてはおらず、この漁船が、大和台方向から来たとすれば、捜索は、非常に困難なもので、おそらくは、好天の中、レーダーをフル稼働して探索したのだろう。また、この漁船は、日本の側から来て、能登半島沖を集合点としていた可能性もあるよ。今回の問題を、躍起になって認めようとしない韓国の頑なさから考え、今回の問題は、この記事中の密約の一つとして、日本海の中央付近で漁業活動する北朝鮮の漁船を遭難した場合に韓国が守る。さらに、北朝鮮の漁船に燃料を補給する。のような簡単なものではなかったと思うけどね。ズバリ、漁船が日本に向かっていたとすれば、北朝鮮の重要人物の脱北だろうね。イタリアでも、重要人物の亡命騒ぎがあるようだしね。現時点の韓国のムン政権では、重要人物が韓国に入ったら、秘密裏に北に戻され、殺されるのが関の山だよ。北朝鮮内の重要人物が脱北するには、日本海を越えて日本に上陸するしかないよな。もう一つ、漁船が日本から秘密裏に出たとすれば、それは秘密物質の密輸だろうね。特に、北朝鮮が現在喉から手が出るほど欲しいものは、ウラン濃縮や半導体製造に必要であり、日本が独占生産しているフッ化水素。日本も最近は厳しくなって、そのような戦略物質をなかなか出さないようになっており、フッ化水素のような何らかの戦略的物質を、秘密裏に日本から持ち出そうとしたのかも。そういえば、最近は、漁船の漂着がやたら多くなっており、その割に、漁民の遺体などは少なく、多くが日本国内に入っているようだしね。北と仲良しの韓国の駆逐艦、密命を受けて、北朝鮮の下請けをしているのかもね。今回の事件で、救助したとされる北の漁民を、公にすることもなく、おそらくは取り調べなどもなく、即刻、北朝鮮に送り返しているようだね。一緒に送り返した犠牲者の棺桶、中には、ぎっしりとフッ化水素が入ってたのではと勝手疑ってみるんだけど、残念ながら証拠はなしね。しかし、状況的には、日本の領海のすぐ近くで、国旗も掲げず、人命救助の通告もせず、日本の哨戒機に無線を入れることもせず、海賊のようにレーダー照射をして追い払おうとしたわけよ。何かあると考えるのが普通だよな。
2018年12月20日、韓国海軍軍艦が海上自衛隊の P-1 対潜哨戒機に射撃管制レーダー、射撃レーダーを照射した。この事実は、海自哨戒機の飛行員の緊迫した会話や撮影映像から明白である。にもかかわらず、韓国国防省は認めようとはせず、そればかりか、日本の海上自衛隊機が異常な接近飛行を行ったと難癖をつけ、陳謝せよと抗議している。これまでの韓国の主張には一貫性がなく、論理矛盾がある。韓国が海自哨戒機が韓国軍